結婚ははは人生ののか、はい、こんにちち優雅とおちの哲学夫婦の時間です、はい、哲学夫婦とは夫婦生活においてとても大切なことを夫婦でじっくり考えてペチャクチャお話しするそして2人が仲良くなるそんな番組ですで2人だけではなくてね見てくださっている視聴者の方もこの配信を通じて動画を通じて一緒に考えることで そのパートナーがね仲良くなったらええなぁと思ってますまあついでになついでになはいということで結構ね見てくださってる人が多いみたいでコメントもたくさんいただいてますということで今日も早速やりましょうあの youtube はね雑談してたらあかんねんチャッていかなあかんねんチャッていかなあかんねんはい今日のテーマはゆうがさんに聞くよ結婚とは何ですかケツの婚よえぇ 結の婚結婚は、まあ、いろんな切り取り方ができるけどねうんまずはざっくり結婚とは何かから、まあ、暮らしかな私にとっては暮ら,し暮らしとライフ暮らしとライフ一緒 <laughs> 英語で言っただけ暮らしとライフどういうこと結婚とは暮らしとライフ結婚は私にとってはよ私にとっては ご、まあ、結婚して一緒に生活を共にしているその衣食住だったり、うん、あとまあお,かお財布が一緒だったりまあうちの場合は仕事も一緒にしているから、うん、まあ大概一緒やな、うん、一緒に何かするっていうことが結婚、うん、私にとってはうん,うん一緒に何かをすること一緒にライフ一緒にライフを共にするということ一緒にライフっていうと人生を共にするってことなるほどそうか 一緒にに人生を共にすることが結婚でもさ、うん、人生って言ったら生まれてから死ぬまでやけどさ、うん、今38歳やけど、うん、おかっちと一緒にいるのなんて言うてもこの8年やんか4分の1ぐらいやからややまあ人生を共にするって言ったらまああれやん、まあ、いつ何があってさ、うん、まあ言ったらさずっと一緒にいるかとかも分からんわ今のとこは痛い,いなと思ってるで、うん、思ってるけどだから人生を共にするっていうかその時の生活暮らし、うん、いその時。 今進行中のイングやな英語で言うと。ラライイフフンンあそれじゃうライフィングなのかなるほどこれから先分からへんしこれまでは違う人生があったけれども今この瞬間を共にする暮らしっていう感じまあまあでもとりあえず目先数年とかは分かるしあの。 よほどのことがない限り多分来年別れてるってことは多分ないやろうなと思うし、うん、あのできたらおじいちゃんおばあちゃんになるまで一緒にいたいなって今のところは私は思っているからど,どうなか分からんよねという,こうバッファーを持ちつつも、うんまあ、そういうことを考えたりもするよね。余白ねバッファでそういう話をした時おかっちその話を初め優香さんにされた時に、うん、だいぶ結婚する前に、うん、いつか別れるかもしれへんしみたいな感じを。 分からへんやんや言われた昔 <laughs> 付き合いたていや結婚したてぐらいの時に、うん、その今は好きやけどこれから先も好きかどうか分からへんと、うん、で一緒に今は痛い,いと思ってるけど、うん、これから先痛い,いかいてるかどうか分からへんって言われて、うん、僕の中でちょっとなんか崩れたんよねそ,うだなそれ。 なんか僕としたらいやあんまりよくないことやけど結婚したらお互いがこれから先一緒にいるとお互いが誓い続ける、うん、みたいな感じで思っててうん,、うん、なんかそれ契約みたいな、うん、契約をもう破棄するかどうかあ守れるかどうかわからへんけど契約するみたいな感じのイメージいやいやその時思ってて,かって、うん、だから結婚したんやったらお互いが お互いのことを向き合って好きになるっていうのは自分の相手次第でもあるけど自分次第のところもあるやん、うん、両方やんったら、うんうん、その何やろ自分がまずその相手のことをこう好きになろうっていう気持ちを持たないと、うん、相手がどんだけ素晴らしいことをやってたとしても、うん、そっちに行かへんわけで意識が、うん、だからお,お互いの努力が必要なものが結婚なんかなと思ってたよ、うんよ豊かなパートナーシップをなんか築くためには。うん だけどその結婚したての時にいやこれから先未来なんことなんか誰にも分からへんしもう今は好きやけど一緒にいたいと思ってるけどそれはその他の人好きになってしまったらもう仕方ないわなみたいな感じやったん優雅さんに。<laughs> で優雅さんとそ,うそんなこと言われたし優雅さん自身もその演奏とかその時も今,今もやってるけど歌とか歌いたいってなってて。 でそのパートナーを探すって話をしてて優雅<あ>さんのはねのパートナーそのなってしまったらその人の好きになってしまうよねやっぱこう一つの恋愛疑似恋愛っていうか。みたいな、まあ、そのいろんな種類の好きがあるけれども、うんまあ、好きじゃないとできないよね。っていうふうになるから僕、うん、はだから極力。 そういういパーートナー組んでほしくないないいっていう気持ちもあったでも音楽を優雅さんの音楽をやりたいっていう夢を応援したいけどそこで男性とパートナーになったら優雅、うん、さんが好きになってしまって優雅さん別に自分の気持ちを抑えようっていうのはもうせえへんって放棄してるからでもそこになってしまってなってしまったし好きになってしまったらしゃあないやんって人や,やったと思ってたから,だからあんまり男性とパートナーは嫌やっていう気持ちずっとあったんよ。 その辺はまあでもねそうよねそうよねただなんかまだそれってさ、うん、45年前の話やんかで今はやっぱおかっちと7年8年一緒にいて積み重ねてきた、うん、こう経験一緒に共にしてきたさ、うん、経験がこう、うん、たくさんなってきてさ、うん、やっぱその45年前よりも今の方がこの関係がすごく大事に感じているし。うんうんうん あの一番大事なものやんか、うん、でそれを捨ててまでそっちの方、うん、例えばその新しい恋愛だったりとか、うん、まあパートナーシップみたいなこと、うん、これを捨ててまでそっちの方が大事やってもし思うような状況が訪れてしまったなら。うんうんうん それはそういうことなんおしょうがないと思うんやけど今私が実際に思ってるのはこの関係を超えてまでの私がこっちを取りたいって思うほどのものってまあないわなって思うそれがもしあったとしたらもうよほどの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 ことよで、ここだけの関係じゃなくて社会的なさ こともあるわけやん社会的なつながり、ま、今,今関わってる人なんてほとんどが共通のさ、ね、知り合いやったり友達やったりするわけやし、うん、あの信用だってあるわけやんその、うん、私はその何て言うんかな人の本音を別に蓋をしていけることを推奨はしないから、うん、その自由意志で生きていくっていうことが。うんうん 素晴らしいなって思ってるタイプやけど世の中にはそうは思わん人がいてさ「優雅ちゃんおかっち捨てて乗り換えたらしいね」みたいなふうになったりもすることだってあるわけやんかそういうことも全て受け入れてまでこれを取りたいっていうぐらいのものなのであればよほどのことよ。って思う。で今のとこはまあないわなってすごいおかっち以上に一緒に暮らしたい一緒に生きていきたいと思う人って。 まあいないなやろうなって本当に思ってる、うんうん、っててるいう関係性をこの45年で育んでこえたっていうのはいいよね結婚してから7年になるけれどもうん。あん<も>付きあってから7年になるけれどもそうでまあそういうこともあるんやけどその結婚って 契約ななののかかかそうじゃないのかとかあったりする、まあ、結婚っていうのはどうやったらするのかっていうと婚姻,、うん、婚姻届を出すことで法律に認められるっていうのはあるんだけれども、うん、その法律はおい、まあ、法律は法律で確かにあるんだけど、うん、その気持ちの部分であったりその自分のライフの部分であったりその部分であるわけやんか、うん、そこら辺がどうなんやろうっていうその法律と気持ちの部分であったり。その要はは、まあ、一応私たちは正式に、うん 婚姻関係にあるけれども、うん、まあ、事実婚のカップルだっていっぱいいるわけやし。っていうところやか,かなそう。結婚とは、うん、その契約なのかどうか,とか。そうから私の場合は別に。あのう、お勝ちとオフィシャルに婚姻関係を結んでいることのメリットって。あんまりない。 なんで僕たちは結婚し僕たちが結婚してると思ってたら結婚してるはずやけどわわざざ婚姻届を出したたたんんややそれはねっってみかよ別にメリットもそんなにないけど害もないかなって思っていてそれは一生のうちに一回ぐらいは結婚というものを やっっててみてもいいいじゃないかと思った結婚というもので言うとでも婚姻届を出すっ、ね、いうこと法律的に認められるっていう状態に、うん、なったなと思ったしで私の場合はそうなんやけど、うん、逆に言ったら、うん、なんかおか,おかっちに、うん、でもそれはなんかそれだけのなんか覚悟じゃないけど、うん、それだけなんか責任を、うん なんて追うという不責任な言い方コミットそれだけ私に対してのコミットをするよという意思の表れの一つであると思うから逆もしかね私がお価チに対してそれだけコミットをするよという意思の表れであると思うからあのんていうかなまあ一つの。かみ切れやけれどもまあ どっちででもいいんやけどねどねうですかちょっと今の話してても <laughs> 婚姻届を出さないとそのじゃじでじゃでもその私がオカッチといて、うん、今のところその紙切れで意味がないって言ったのはオカッチが、うん、もう言うてしまえばすごい稼いでくる人とかやったらさ、うん、あの。 婚姻届出していることによってんなんか財産分野のなんかの権利があるとか,かあとまあ子供がもしいたら、ね、その養育権がなんちゃらとかっていうので守られるとも法律によってだけど別に今のとこどっちかってい借金や、ね、企業の運営資金でさ、うん、借金の方が多いし子供もいないから、うん、そ,そういう意味では私にとってのその法に守られてるみたいなあるんかななんか いやなない,なくないそんな多くはないよ、ね、多くはない思い当たらないぐらいある、うん、探したらあるんかもしれへんけどぐらい、うん、あとはなんかこう分かりやすいよね「彼女です」って紹介される時の。うんうん 印象、うん、与える印象と、うん、妻ですって紹介される時の与える印象と別に婚姻届を出してなくても妻ですって言ったらあかんのじゃあ婚姻届を出すか出さへんっていうのはその法律上認められか認められへんかっていう話やん、うん、でも2人の関係性っていうのは法律がどうとか関係なく,なく、うん、自分たちの2人の意思 なわけでありそれを誰かによって認めてもらうもちろんその法律上のメリットがあるデメリットがあるとの分かるで、うん、その財産分与とか子どもの養育権とかそういうのは置いといた上で、うん、そういうの全くない状態でじゃあ私たちは本当に婚姻届を出す必要があるのかっていうそのに。<laughs> コミットを示すのは別に紙切りに書くことだけがコミットじゃないと思うしそれっていうのは逆に簡単やと思うもっと違う形でそのコミットを示す方法もあるやろうしじゃあそもそもなんでその婚姻届を出すんだろうとかね。それはうちその制度がもともとあって、うん、あの言ったら載せられてしまってるだけなんやうちらが、うんであの。とりあえず一一に回か、うん、書いてみてもいいいててみみもんちゃうみたいな で載せられてるだけで、うん、でその社会システムが婚姻届を出させて、うん、そういうふうに管理していった方が分かりやすい,やすい、ね、管理しやすいからそういうシステムになってるだけであって、うん、別に日本だってない,いつから今のこの一夫一妻制が、うん、まかり通ってるのかもちょっとし、うん、調べな分かれへんけど、うん、昔はそうじゃなかった時代もあったやろうしね、うん、割と最近は。 いいろんな国によっては本当にいろいろある、うん、フ,フランスなんてシングル同士のカップルの方が生きて生きて、うん、その社会保障も充実してるしみたいな、うん、あのこともあるよね。なるほど まあそういういことで、ね、結婚状態っていうのはじゃあ法律で認められないといけないのかとか、うん、自分たちだけが結婚してると思ってたらそれでいいのかとか、まあ、そういう話もあるけど、うん、そも、まあ、そ,そこをちょっともう少し深掘りした時に、うん、いい結婚って何なんだろうとか、うん、悪い結婚って何なんだろうとかあると思うんだけど、うん、まあいい結婚とは何かっていうよりもいい結婚というのはどういう条件が整ったらいい結婚になりうるのかっていう風な哲学的な考えをした方が分かりやすいと思ってて。 いいいい結婚っっててううううのはなどういう条件が必要な,なってくるだろうゆかまあそれはも,うもちろん一つはもうパートナーシップ一言で言えばパートナーシップっていうことでもあって、うん、ここまた深掘りしなあかんねんけどあとはやっぱお金っていうのも結構大事だよねっていう生活をしていくためにはお金が必要だから、うん、そのお金をどういうふうにこうやっていくの稼いでいくのかとかそのお金っていうのもすごい大事なのかなって、うん、パートナーシップと、まあ、お金っていうところかな、うん、今。 パッと浮かんだのは条件,条件パートナーシップとお金がどういう状態であれば、まあ、いいパートナーシップっていうとこもまたかなり深掘り長くなると思うけど、まあ、お互いのらしさを尊重できるっていうのが僕の中ではいいパートナーシップで、うん、おかちはおかちのらしさがありでゆ雅さんにはゆ雅さんらしさがあるそれをお互いのらしさをちゃんと尊重できるかつもう一つ言ったらあの二人のらしさ 家族、個人としてのらしさと優雅さんのらしさそして優雅ちゃんとおかち2人のらしさっていうのをこの三つのらしさねをお互いが尊重できるっていうのが僕の中でいいパートナーシップだと思っているそもそもそうだね優雅さんはいやそうだねそう何がそうだねって言えることがいい いいパートナーシップだと思うしれ、ね、そ,れそれはあっちや、うん、なそうそうちょっと今ねアラーム鳴ってるんでちょっと待ってくださいねいいあなたにとってのいいパートナーシップとは何ですかっていうのをもしパートナーと言ったら、ね、ちょっと今考えてみてくださいいい結婚やうん。<件>あ、そうだなごめんなさいいい結婚とは何かで今ちょっとパートナーシップの話をしててそ,か、まあ、それはでも根底にあるよねうん。 そのいい自分らしさを自分が、うん、あの自分らしく入れるなって思ってることと、うん、相手の相手らしさをいいねって思えるし 2>,、うん、で2人の2人らしさを2人ともがいいねって思えてるっていうのがちゃんと言語で交わすことね。 1>, 1年前になんか誓ったからじゃなくてもう日々僕たちは変わってるわけだから、うん、その僕が本当に今望んでることやりたいこととか三浦、うん、さんが今実際やりたいこととか2人はこういうふうにいきたいよねっていうのを常にやっぱ言葉で交わしていかないとずれていくんですよね絶対、うん、ずれてからそれは僕は絶対必要かなと思うねパートナーシップは。あともう一個言ってたのお金は大事なんですよ、ねうん、これね <laughs> いいパートナーシップを築くためにもお金が必要っていうのもあると思うし、うん、やっぱお金がないと。 どうなんやろいやお金がないとやっぱりね気持ちがすさんで、うんまあ、もちろん生きていけないし、うん、あの少ないと気持ちもすさんでくるしやっぱ相手のこと責めたくなったり自分を卑下したりとかしちゃうからうよくないよね。やっぱある程度いうかお金を稼ぐ力が、うん 夫それが一方が稼いで一方が専業主婦さんでもいいんですけど夫婦いいんかないいけどよくないよねそれちょっとまた別の話題やな別の話題やなまあそれもまたちょっといいよいいんやで別にほの人がどんな生き方をしてようがさいいんやけど私たちの関係においては例えばおかっちが稼ぐから私専業主婦とか逆に私が稼ぐからおかっち専業主婦って。 まあよほどなんかさ、うん、あのすごい怪我して一時的にとか別やけどうん、うん、それは私たちにおいては良くない、うん、私はまあ一般のみ皆さん専業主婦している方に対しては別にそれ,それでいいと思ってるんだけどうう僕たちの関係において専業主婦は「<laughs> <う>あノー」っていうのはそれは優香さんどう,どういう考えでいやそれはさ、うん、私が働かなくてもいいぐらい一人で稼いでくれたらいいで、うん、楽ちんやなと思うけどさ、うんうん でもそうなっていったら私は多分おっっがいいななくなったらどうううしよよていう不安に襲われるんよね、うん、まあもちろん生命保険とかめっちゃ入ってもういなくなったらもう別に働くなくても生きていけるぐらいの保障が出るみたいなことになったら話は別かもしれんけどでも基本的には「えいなくなったら私どうやって生きていったらいいんやろ」みたいに思っちゃうと思うし逆にあのそういうなんていうかな 経済力の差がありすぎることで、うん、関係性がねじれてきたりしないのかなみたいうないんなんかまあよくあることやけど、うん、誰の金で飯食わせてもらってると思ってんねんみたいな <laughs>、うん、おカチは今ね私の知ってるおカちはそんなこと絶対言わないよ、うんうん、絶対言わないけどもし本間私の専業主婦って言ってもいろいろやん、うん、その本当に、うん あのじゃあ夫が稼いできやすいように誠意を持ってサポートしますって言って実際に行動している専業主婦と。 別にほったらかしで何にもしない知らないわって言ってお金だけもう引き出して ATM 扱いをしている専業主婦とによってさ全然違うと思うで人間やからさやっぱいろんなことあると思うよね。でおかっちがその専業主婦である私のあ,のあり方に納得がいってない状態の時にはそれはそんなね誰のおかげで飯食えてんねみたいなことも言いたくなるかもしれへんしさあのそれはね あんまりの。私にとって、自分である程度稼ぐ力を、うん、持。つということは、自分の精神安定剤になる。ほう。うん。なるほど。自分を守るために。必要やし、万が一お母ちゃんに何かあった時に。うん、あの、私が。支え。うん 頑張ったらいけるんちゃうかぐらいいいにに思、うん、<laughs> 思っととけるぐらいにしておきたいなとは思うチームとして、うん、まあお価ちだけにか偏ってたらバランスが悪くて、うん、それだけやったらお価ち何かあった時にやっぱお金最低限のお金を稼げなくなる、うん、だからチームとして考えた時にお価ちが何かはあった時でも自分がこうそっちであのサポートができるような感じで。うん だか,らかたバランスより多分チームとして考えてるかもしれない、うん、チームとして今はこれでいいねんけど、まあ、この先ずっと続けていくっていうチームであ,あるって考えた時にやっぱり一人だけに頼ってたらあ何があるかわからへんから、うん、その保険という意味で持っていると安心すると。うん、やし単純に仕事は楽しい、うん、楽しいしあのお金が目的ななんていうお金が全てのての。 目的のすべてではないけれどもやっぱりお金を稼ぐっていうんていうか自分が貢献できているという一つの現象だからさお金を稼ぐっていう役に立った社会詐欺とかでなければだからそれはやりがいがあるし楽しいこと。それ僕たちの関係性はいいけど世の中の方々に投げかける言葉としても。 そのやっぱり女性はお金を稼げた方がいいと思う私が誰かに相談されたらそのように答える、うん、けど別に別に相談されてないのに、うん、わざわざ専業主婦捕まえてそんなやったらあかんでとかは絶対言い言えへんし <laughs>、うん、その人にはその人の考えがあって、うん、あの選んでやってることなんやからやだから自由にやったらいい。うん 楽しいなって感じる人もおれば子供の成長を見てて楽しいなって子育てしてて、うん、でその旦那がいなくなったらどうしようとかって考えないタイプの人もいると思うし、うん、あのそういうなんていうかなあの、うん 何いなくなっても大丈夫なぐらい保険かけてるとか、うん、あの資産残してくれてるとかっていうタイプの人もいるやろうし、うん、で今は専業主婦やけど、うん、いざとなったら何とでもなるっていうぐらいポジティブに構えてる人もいると思うから、うんうん、別に他の人は、まあ、それぞれの考えでやっていい、ね、ってこと。まさにそれはすごい大事やと思ってて。でもなんていうか このそれはでも自分で稼ぐっていうところがあると安心するっていうのは確かあるよねそうしないと旦那さんに何かを言われた時にこの人と別れられるっていう別れることさえ選べるっていう選択肢を持てるっていうのはすごい強いなと思っててその良好な関係性を築くためにその何お互いが対等であることが必要だと思っててやっぱその一つの基準としてお金を稼ぐっていうのはすごい分かりやすいなっていう。 ところはあるかなでもそのチームとして考えた時にちゃんと旦那さんもあの奥さんも。 チームの中でこういうい家事が必要子育てこういうの必要稼ぐのは必要で僕は子育てはちょっとできないからあなたそれお願いしますっていうふうにちゃんとチームとして話し合ってお互いが納得できる状態で専業主婦をしてもらい子育てをしてもらいで子育ての一部を手伝ったりとかで仕事を稼ぐ、えー、で働くとかいうチームとしてちゃんと納得お互いがね納得できる状態を作ってたら僕はお金を稼ぐ稼がないって別にどっちでもいいと思ってて。 うん、そこの話し合いがが根本的に大事な気がする、うんうん、私たちはチームとして家事をすることも大事な役割家族結婚生活を維持するために家事をすることも子育てすることも子どもの送迎することもお金を稼ぐことも全部大切な役割で、うん、どれも優劣はないんだと、うん、でその状態で今誰が何をやるのかって配分した時にじゃあお父さんは稼ぐのが得意だから稼いできてね私は子育てをするよとか。うん ね、で私は子育てだけじゃなくてこういう仕事もやりたいからこういう仕事もやるよっていうのをちゃんとそのチームとしてちゃんと言葉として言葉で話し合ってお互いが対等にその役割を納得できてる状態やったら、うん、別に専業主婦であろうがお金を稼ごうが稼が前いが別にいいかなって気はする。そうねうん、けどただ優香さんも言ったようにその何かがあったら分からへんからチームとして。 あななたがどうなんか分からんからチームとして私はこういう仕事をできるようにしとくっていう話し合いをしたとえで今子供小さくて手かかるから、うんね、一緒にいてあげたいからあの専業主婦やりますと、うん、まあでも、うん、いつまでですって期限をつけてて、うん、じゃあ何年後には社会復帰するためにこのスキルがいるからうん、うん、その準備も進めておこうかなみたいなことであればある程度は安心しながら。 できるるかなっって思ったりもすまあそんなことを踏まえてじゃあ最後に優香さん、うん、いい結婚とは、うん、いい結婚生活をするためにはいやいい結婚とはどういう状態かっていうことをちょっと一言で言うといい結婚とはまあどういう条件が整ったらっていうことでもいいけどそれをちょっと言葉にするとどういうふうになりそういいい結婚とはどういう条件が 整ったらそれが成立するか成り立つのかっていうことで、一緒に二人が、うんえー、楽しく、うん、<laughs> 嬉しく、うん、あの生きていく方法を一緒に話し合って、うん、一緒に実行していける。うん実行していけるね。っていうこと。はい、なるほど。おカッチもお方近いんやけど、一つのなんか共通のビジョン。 ありたい結婚の姿ビジョンを共有してチームとして、えー、いいパートナーシップを育みながら結婚生活ができることかな。うん お互い見てるところがバラバラだったりお互いが何が望んでいてどうなりたいのかが分かんない状態ですとそのどうなりたいってそのゴールの部分が共有できてないからその中でどの役割をやってるっていうのがこうお互いが共有できないねその役割が大事とかその役割が大事じゃないっていう判断ができないでもこういう結婚生活をしたいそのためにはこういう役割こういう役割がいるどれも大切だよねだから私は専業あの家事をやってあなたは仕事をやるとか そこの共通したゴールをイメージした中でそのために必要な役割っていうのをお互いがちゃんと認識した状態でその役割を担えるっていう状態が僕にとってはいい結婚生活かなと思いました。うん、はいという感じで、えー、どうでしょうあなたにとっていい結婚とは何でしょうかででしょうか何でしょょうううかかあなたはどう思う はい <laughs> ということでこんな感じでね哲学夫婦っていうのは夫婦生活においてとっても大事なことを夫婦でじっくり考えて対話を深めるわそうすることでお互いが仲良くなったりね、えー、もっとストレスなく結婚生活が送れるそしてパートナーシップが、えー、育めるのではないかと。 思ってやっててやいます、えー、もし興味があったり、えー、で今回の動画とか、えー、よかった面白かったおかちとゆうがちゃん頑張れて応援してくださる方は高評価ボタンを押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。あとチャンネル登録もやってもらえたら嬉しいです。はいということでこんな感じですねゆうがさん。うん、はいということでバイバーイまたねー。